よし、じゃあ残りステージ片付けましょうか。あー終わってる。ということで寝坊しましたね。いや起きてからね、確か残り1ステージぐらいね、なんかやり忘れのステージがあったんで、そう起きてからやろうと思ったんですけど、普通に寝坊した。終わってるね。でも襖とかはまだルロケンしようっていうことで、後回しはやめよう。どうしよう、もうコラボステージできないしな。じゃああれか、そうか、今日からあれなんですね、あのジューンブライドのイベントの方が来てるんで、じゃあこれやっていきましょうかね。あーなるほど、レアガチャに関してはネコマシーン、何が言われ挙式あーなるほど、中からあれですね、新郎が出てきてケーキを入刀するのかな。なるほど、あとは、悪魔のジューンブライト、あイベントガチャになんかあれですね、新キャラクター来ましたね。これなんでしょうね、ちょっと見てみましょうか。あ猫花嫁でございますね。うわ猫ピエールとかちょっと懐かしいわ。そういえばあったねこんなステージ。あーなんか懐かしいわ、もう1年経ったんだね。土日限定ステージ、週末ハネムーン、あれこんなんあったっけ、今回初かな、あ分からんけれども。なるほど、ということでございます。じゃあやっていきましょうかね、あのコラボステージもね、あの やり忘れたということで、その悲しみを払拭するためにやっていきます。じゃああれだね、この教習スタイルの悪魔の式場でございますね。これやっていきましょうか。これは全10ステージだから、まあ、3ステージだけちょっとやっていきましょうか。その後にですね、次のステージ参ろうかなと思います。はい、まず1つ目、新郎に取り付いた悪霊でございます。これの前回クリア時に関しては、なるほど。もうゴリ押しなんだね。これよりもっとゴリ押せるさ、編成なかったっけな。もう崩しちゃったかな、なんかなさそうですね。まあ、いや、じゃあちょっと前回クリア時でやってみましょうか。はい、行きます。いやー普通に寝坊したわ。いやアラームめちゃくちゃかけたんですけどね、めちゃくちゃかけたんだけど、なんかうるさいなってオフにしちゃったっていうね、そのね意識はあった。何やってん、神々新人神父。いやもう睡魔には負けたよね。なんかあともう1時間とかさ、もう30分とか思いながら、気がついたらもう何時間経ったんだろうね、もう本当にもうはい、いや聖水ゲットできるね結構ね。はい、スケスケさん列車。とりあえずこのステージが終わったらシャープ02ですね、そっちもやろうかなと思うんですけど、どうしようかな。イベントステージもね、イベントステージじゃないよ、イベントガチャだ、イベントガチャも回したいんだけど落ちなかったか。どうしようかな。ちなみにミッションの方でさ、もらえたりは、あーなるほどね、なかったか。3回回しても多分出ないと思うんだよな。披露宴に関しては、報酬に関しては何だろう。ああ、これあれか、採点報酬か。なるほどね。下水道から花婿入場ね。あ、でももらえるわ。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これでちょっとね、聖水の方はですね、ガンガンちょっと回収していこうかなと思います。せっかくだから、あ、違う、間違えた。もう何やってる。手元が狂ってるぞ。寝起きだから狂ってるぞ。EX キャラクターで、今回はあれだね、ネコラティスだね。ネコラティスと、あとは、これ壁がいないのがちょっと怖いところなんで、まあ、壁、一応カンカンと、そうだなぁ。ヤンマ入れようと思ったけど、ちょっと怪しいなぁ。まあ、一回痛い入れずに、ちょっと様子見ていきましょうか。下水道。てか、そうだ、結局さ、猫道場の方もさ、コラボバージョンやらなかったんだよなぁ。あれもさ、そう、ギリギリにやろうなんてか思ったら、もう終わってる。苦肉。いや、本当に後回し良くないよ。もう本当に、今回で、よう分かったわ、マジで。後回しは良くないですね。もう次からちょっと気をつけましょうか。はい、もうこの年になってもね、あのなかなか改善できないっていう悲しいね。はい、正気じゃないお父さんの祝辞。わあ狭いなこれ、なかなか。あそっか、城が、てかすごいさ、タイムリーにさ、この間イット見たんだよな。そうなんかね、最近ね、なんか寝ながら映画見るっていうのがね、ちょっとなんか自分の中でね、なんかね、流行っててか、ハマっててっていうか、なんか習慣になってて、そう、なんか寝ながらイット見たの思い出しましたよ。
ケーキカットはチェーンソーで。つっても冒頭の記憶しか全然ないんだよな。なんか男性同士のカップルがなんかボコボコにされるところまでは覚えてるんですけど、それ以降全く覚えてないんで、またちゃんと見直さなくちゃいけないっていうね。結局ね、イットに関してはなんだっけ、前作の方は見たんだけど、結局続編は全然ね、記憶の方が曖昧っていうね。はい、ということで、よし、オッケー。チェーンソーか、あれだね、あっちの方が見たいよ。なんだっけ忘れちゃったよ。もうホラー映画のやつ、チェーンソー振り回すやつ、ジェイソンだっけ。暗黒密室ブルケトス。さあ、あれこれでラストかな、多分ラストじゃないのかなと思うんで、まあこれもゴリ寄せるんじゃないのか、多分。あ、これ黒い敵がいっぱい。あー、なるほどね。よし、ちょうど真田が入ってるからその辺は大丈夫じゃないのかな。あ、よし、オッケー、これ大丈夫でしょ。はい、ということで、ネコラティスめちゃくちゃいいよね。あ、めっちゃ増えた整数。よし、オッケー。あ、これで、あ、これワンチャンありじゃない、これさ、難易度別あるんじゃない、これワンチャンありそうな気がするね。あ、いや、なかったわ。あら、残念。ということで、なかったんで、じゃあ、ちょっとイベントガチャ10連回していきましょうか。これでワンチャンね、古びた卵 N205 が当たってくれれば、そのまま進化できるかなと思うんで、まあ、ちょっとやってみましょう。いきまーす。はい。さあ、ということで、どうだろう、ワンチャンあるかな。せっかくなんで、ちょっと卵ちゃんが来てほしいところ。かぶりの卵ちゃんは嫌よ。さあ、ということで、あ、これは、にゃんぴ嬉しいんだけどさ、あー、これ、来ないか。これは、あー、なるほど。あれでもさ、10回で1体は確定だよね、これね。だと思うんですけどね。あー、じらすね。これは、わー、これは、嘘。マジかよ。あー、これは、あー、持ってる方だね。じゃあ終わりじゃん、これ。いやー、マジか。いやー、来ないか。じゃあ、あと3回回しましょう。これで、いやー、来ればいいんですけどね。いやー、なかなか渋いかな。意外と、頼む、あと1回だ。はーい。来なかったんだけど。嘘。ちょっと悔しいな。ちょっとまだ回復しましょうか。じゃあ、これもご了承でいきましょう。いやー、マジか。落ちると思ったんだけどな。落ちるっていうかさ、普通に出てくるかと思ったんだけどな。いや、さすがに10連ポッチじゃ無理か。いやー、どうしようかな。いや、進化させて使いたいんだけど、ダメなのかな。それとももうちょっと待った方がいいのかな。あー、1個ね。はい、でも1個じゃ絶妙なんだよな、これ。ちょっともうちょい回りましょう。さあ、どうだ。あー、まあ、いいんじゃない。まだ回復だ。あー、3ね。はい、じゃあこの3回ちょっとワンチャン目指してやっていきましょうか。あと7回勝ちあれば限定キャラクターは出るんですけどね。まあそれが果たしてね、たまこちゃんなのか分かりませんけれども。いや、来ないか。あー、こういう時に限ってアイテムばっかですね。もう、嘘。じゃあちょっと気分転換にレアガチャだけ一回回そうかなと思います。まあ一回じゃ多分何も出ないかなと思うんですけども、まあとりあえず回します。はい。あ、そういえばバラナガの誓い持ってないんだよね。あれも、まあ、確定来たらいつか回そうかな。はい、でも何も出なかったな。ちょっともう一回回そう。もう一回。これで何も出なかったら、あの、正真正銘も今回切り上げようかなと思います。はーい。はい、ということで何も出なかったですね。ということで、本日からジューンブライトのね、ステージの方が出てくるということで、ちょっとイベントキャラクターは手に入らなかったんで、また近々ですね、あれを貯めて、あれなんだっけ、清水みたいなやつ、聖水か、聖水の方を貯めて、またちょっと狙っていければなと思います。ということで、後回しにしないように気をつけたいと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。